ABS ボールパワフルプロ野球。どうも、秋です。今回も普段からプレイしているパワプロ2020をやっていきたいなと思います。皆さん、パワプロ2020やってますか？発売から約1週間が経ちまして、改めて今回この動画の冒頭でパワプロ2020の魅力を皆さんにお伝えできればなと思います。まず今回のこのパワプロ2020ではシリーズ過去最多のモード数が搭載されております。例えばこちら、東京2020オリンピックモードというモードが今回搭載されているんですが、こちらに関しては今年開催予定だった東京オリンピックを舞台に世界一を目指して戦うことができるモードとなっております。他にもですね、こちらの大会モードといってオンライン大会を手軽に開催できて多くの人とパワプロを楽しむことができるモードなんかも今回は搭載されております。今までパワプロに搭載されていたモードに関しても様々な新要素が加わっておりまして、例えばこちらの栄冠9、この栄冠9では新入生スカウトという新たな要素が加わっております。こちらの新入生スカウトでは全国各地の中学生をスカウトすることができ、この新要素によってより強いチームを作ることが栄冠9でも可能になっています。他にも例えばペナントでは引退試合などのスペシャルデーを設定できるようになったり、オート時の投打バランスを5段階で調整できるようにもなりました。マイライフでは新たに特殊能力ファイル、彼女ファイルといったものが登場しまして、一人の野球選手のプロ野球人生をさらに奥深く楽しむことができるようになっております。このように今作のパワプロ2020では、今までのパワプロがさらに奥深く、そしてさらに楽しく進化しておりますので、まだパワプロ2020やってなかったよという方は、ぜひともパワプロ2020購入してやってみてください。さあ、というわけで今回はこちら、パワフェスモードをやっていきたいなと思います。僕自身、パワプロ2020のパワフェスモード、今回初めてプレイしますので、非常に楽しみでございます。まずは皆さんと一緒にこのパワフェスモードのオープニングムービーを見ていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。全世界の皆様にお知らせします。パワフルテレビが主催する世界最高峰の野球大会、パワフルフェスティバルがあなたの街を訪れます。今回のパワフェスはなんと最新鋭の飛行型球場パワフェース1が舞台。この空飛ぶスタジアムで世界各地を巡り、最終目的地はスポーツの聖地ギリシャ。球界の真の覇者を決める熱い戦いが繰り広げられます。パワフェスはついに大空へ。世界を巡る野球大会、パワフルフェスティバルワールドフライト。いやー、かっこいいオープニングでしたね。今回のパワフェスではスポーツの聖地ギリシャを目指し、世界を巡る超野球大会に参戦します。さらにシリーズ最多260名以上のサクセスキャラクターたちが登場し、今まで以上に充実した内容になっているみたいです。ということで早速このパワフェス初見プレイやっていきたいなと思います。今回の動画では1回戦に挑戦していきたいなと思います。まずは対戦チームを選びましょう。さあ、どこが出てくるか。そうですね、これはメカニクス産業でいこうかな。獲得リストを見てみますと、千賀くん、そしてなごみちゃん、あとはピッチャーがエレキテル、そして外野に先駆けがいるのかな。ここにしましょう。よし、さあ、マネージャーまだ1人しかいないので行きましょう。ちなみに今回、名前を決めるときに吉川直樹選手となっていましたので、右投げ左打ちオープンスタンス9、吉川直樹選手でね、やっていきましょう。さあ行きましょう。セカンド吉川直樹選手です。さあ、ルーレットで先行後攻、そして DH ありなしを決定して、 DH なし。さあ、オーダーをちょっと組んでみますと、ピッチャー、お、中岡はまあまあ強いけど貝またきがあるので後ろで投げさせてもいいな。中岡後ろで投げさせようかな。貝またぎ持ってますし、いやでもやっぱ調子がいいので中岡先発でいきます。1番セカンド吉川直樹選手、そしてショートは意外性持ちナイス。意外性大きいですね最初。まあ矢部君はやっぱり打撃能力は多少高いので使おうかな。5番に満塁男、お、逆境もナイス、逆境ナイス。
め打ち、ムードかく乱、いいでしょう。このオーダーでいきましょう。さよなら男、ムードバ、ムードバツがいるの痛いな。ムードバツがいるの痛いですね。いきましょう。さあ1回戦、かっこいいですね。いや今回の舞台めっちゃかっこいいですね。もう場外ホームラン打ちましょう。空に場外ホームランをね狙っていきたいなと思います。映像が綺麗。さあ厚森さん、空を飛んでます。この空飛ぶスタジアム、パワーフェイス1で世界を回り、一のギリシャを目指す旅。かっこいい。一塁側はホバリングの。さあついに始まりますね。今回ちょっと慣れないスイッチでのプレイではあるんですが、頑張ってやっていきたいなと思っています。最初の方は能力も低いので、もうしっかりヒット狙いで得点をね積み重ねていきたいなと思います。ビリビリしちゃってます。揉めちゃってます。先駆けエレキテル、そして血がと。サード、外野、ピッチャーと仲間にしたいですね。さあ行きましょう。まずはピッチャーの方からですね。カーブと高速シュート、 OK。 さあ1球目投げた、打ちました。さあ先駆けを抑えていきたい。先駆けは1番バッターなんですね。よし、これはちょっと高めの釣り玉で三振を狙いたい。よし OK、 ナイスピッチ。さあエレキテル、エレキテルってなんか特殊な変化あったような気がするな。さあ吉川直樹選手タイム。ここで僕はちょっとオプションでいつもですね、このノーマルに変えます。 OK。 そしてスコア、今までの策でもこうノーマルに変えておりましたと。今回は初めてですが、サンダーボルトね。よし行きましょう。左右の変化に対応しつつ、カーブはちょっと見ていこうかな。よし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 、まずはランナーを貯めていきましょう。さあ打撃能力はそんな高くないので、もうこれがサンダーボルトだ。おっとっとっと、危ない危ない。メカニクス産業、ライヤ人はゲッツー体制、打ちました、取りました。ちょっとまだタイミングが合わないな。やべくんは強振でいこうかな。打ちました、ファウル、カウントワンストライク。おっとすっぽ抜け。さあここはやべくん長打を狙っていこう。打ちました、バットの根元。まあまあまあ、ナイスナイスヒット。カットマンへ送る、やべ、スルーします。パワーいい。これもちょっと長打狙い、抜けるでしょう、抜けるでしょう。よし LR でダッシュもできます。よーし2点先制。この辺りの選手はしっかりヒット狙いで OKOK。 いいバッティングを見せました。いいですね、エレキテルとかしっかり仲間にした。併殺持ちだ、併殺持ちだ、併殺やめてよ。よかったよかった。さあピンチです。じゃあ沼田が投げてます。さあパームで落として三振。よーし、見事なピッチングです。メカニクス産業、ここはやばい、甘い。初球を打ちました、これはゲッツー。1つオッケー。パワフェスチャレンジャーズ、同点のピンチを迎えます。さあ4番が打席、パームがいいですね。パーム全力ストレート。さあ次のボール、そしてまだ投げてなかったスクリーン、甘い、危ない。1球外します。うわ、うまく合わされましたね。レフト前ヒットになった。先駆け、送球の間にホームへ。これしゃあない。パワフェスチャレンジャーズ、大事な同点に追いつかれてしまいました。さあここで千賀くん、ちょっと怖いバッターですね。ボールで、おおナイス、ギリギリ入った。
オーケーオーケー、追いつかれたけど、岡村左 G だから打っときたい。よし、これで2、3塁にしてタイムリーヒットで2点取りたいですね。パワフェスチャレンジャーズ8番バッターが打席に入ります。さあ遠慮はいらない、ここで激しく。おお、ミスった。ここはミスショットをしてしまったか、掴みました。これで2アウト。打席には9番タイム、得点に繋げて代打出しましょう。代打白石。よーし、うん、ちょっと無理かな、二塁ランナーは。オッケーオッケー。ここで勝ち越しました。今の勝ち越し。おお、ナイス得点、ナイス得点。さあ最後締めましょう。打席には2番バッターが入ります。インハイ空振り。さあ外してくるのか、一つ外してボール。サークルチェンジ、もう1球外めに投げてインコース、ナイスサード、オッケーオッケー。さあ最後のバッター追い込みました。ここ三振で仕留めたいですね。おっと、ナイス山内。ということで初戦無事勝利することができました。9対5ということで、これで仲間を増やせますね。そしてですね、今作の、パワーフェスでもどんどん選手を集めて図鑑を埋めていくことができます。そういったやり込み要素も、ありますので、皆さんぜひこのパワーフェスやり込んで図鑑も集めてみてください。試合後にこのように経験点をもらってどんどん選手を育成していくことができますと。そして勝ったチームから、相手チームからですね、このように仲間を増やすこともできます。さらには試合後にこのように機内探索マップということで、まあいろいろなところをうろついていろんなイベントが起こったりもします。ということでこのパワフェスでね、ぜひ強い選手作っていきたいですね。そしてたくさんの仲間を集めていきたいなと思っております。またこの続きは動画や生放送でやっていきたいなと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ということで今回パワープロ2020パワーフェスモードを遊んできましたが、このパワープロ2020本当に充実した内容になっていますね。パワープロ2020現在絶賛発売中でございます。シリーズ最多のモード数が収録されているこのパワープロ2020、皆さんも購入して一緒に e ベースボールを楽しみましょう。詳細は概要欄の方に載せておきます。ぜひそちらをチェックしてみてください。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回のパワープロの動画でお会いしましょう。アディオス。